こんばんはお元気でしょうか皆さんあ、皆さん,皆さんこんばんはですあけいそばさんこんばんはですそのままぼういさんこんばんはですしげさんこんばんはですあべさんこんばんはです秋州も寒くなってきたんですね ラジオさんよろしくお願いします。部屋もさんよろしくお願いします。じゅんじさん、こんばんはです。はい、イルミネーション。六本木行ってた。あ,あ、いいですね。じゅんじさん、こんばんはです。あ、おようさん、こんばんはです。はい、今日よろしくお願いします。まあ、ちょっとね、少しの間ですけど。 京都からね戻ってきてははいいこんばんばですすよろししくお願いします、まあ、京都から戻ってきてきねなんかちょっと咳が出て少し出てしまうので、えー、やってる間に少し咳が出てしまうかと思うんですけど別に風邪ひいたとかそういうんじゃないけどなんかちょっと疲れたみたいな感じですねでも言ってられなくてまあ明後日にはねちょっと富山に行かなくちゃいけないので、えー まあ引き続き続ですね、まあ、田舎もね実家も行ってきたりとかして今日はなんかね質問にえなんかあればえそれを受けてみたいと思うんですよねでまあいろいろ皆さんからいろいろ質問もね受けたりとかいろいろしてるんですけどあ西村さんこんばんはです藤原ささんんんんんんここばばはですピングさんこんばんは 野沢さんこんばんはです。ラクシュナ野沢さんこんばんはです。えー、町田宏志さんこんばんはです。えー、パン屋さんこんばんはです。ポンさんこんばんはです。いかがお過ごしでしょうか <laughs>。まあそんなことでね。まあ、京都へ行って帰ってきてでまあ今回ねあの昨日も、えー、メンバーサイトでも少し話をしたんですけど。 JPEG のことが最近はもう一回自分的にはですよ皆さんも当然そんなことは当たり前だよっておっしゃってると思うんだけど JPEG の考え方っていうのを自分でこうちょっと思い起こしてみるとやっぱり JPEG っていうのはカメラメーカーがね威信をかけてえ はいいんだけどしんどそうです。まあちょっとね声がまあそんなことでまああのなんていうんですかね、まあ、JPEG そのもののことをね考えてみて、まあ、京都でね、まあ、京都の前ぐらいからなんだけど、まあ、少し JPEG に関してねもう一回、まあ、ちょっと考え方を変えてみようというふうに思ってでいろいろね えー、今までもね JPEG を撮らないわけじゃないですけど、まあ、ほ,ほぼ JPEG を撮らない時期があってで最近 JPEG を撮るようになってね JPEG の考え方っていうのが、まあ、最近ちょっとここ頭の中でま,あのまとまってきたっていうのはあの結局ね JPEG っていうのはフィルムの時とよく似てるんですね。で JPEG で撮って出しってよくね あの聞かれますけど取って出しじゃなくてやっぱり JPEG をねいかにいい状態のものを作るかっていうことが、まあ、最終的にはね、まあ、自分の、えーまあ、フィルムと同じで、まあ、そこに、まあ、結論的なことはいくのかなっていうふうに思ってでいろいろ今日もね、えー、キャノンで JPEG も取ってみて。 あなるほどなっていうふうに思ってはいるんだけど、まあ、実際自分がね、まあ、仕事ポートレートで使うことを考えたらまあ JPEG で仕事をすることはまあ100%ないんですね。ところがその風景こと風景になってくるとこの JPEG っていうのは非常になんか有効な気がちょっとしてきてるんですよ自分はね。 でそれっていうのはまあもちろんそのね色温度とか露出だとか、まあ、コントラストとかねいろんな調整が必要なんだけどでこれによってね、まあ、最終的にはフォトショップで、まあ、自分の思ってるような感じにまあ仕上げたりはするんだけどこのこの考え方をね、あのー、ちゃんと持ってけばいいような気がするんですよね。 荒垣ささんんんんさんこんばんん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 こここばばばはははででですすすちゃ新ママさんこんばんはですまあそんなことでね自分がまあ思うことっていうのはやっぱり皆さんがね JPEG 取って出しっていう軽く言うんだけど自分はそのね JPEG 取って出しって言葉があんま好きじゃなくてねあのフィルム時代のまあ自分がそのねフィルムにかけたまあ いい時代っていうのかなまあこれがあったから自分があったんだと思うんだけどまあそれによってね表現っていうのはもちろんねフィルムの種類によってまあ描写も違ったりいろんなことがまあ当然選べたわけだけどまあことデジタルに関していけばねもうカメラメーカーを選ばなければその自分が思っていた JPEG っていうのを作り出すことができないっていうことも当然分かってきた上でまあ あのまあ、そんなことでねで最近こう自分でまあいろいろその辺のところもね少し自分なりにねうん試行錯誤っていうか、まあ、考えながら撮ってきてでやっぱこれの、まあ、もう一回ね自分的にはフィルム時代のようなね要するにまあ,あの自分なりの,、まあその出し方っていうかね色の出し方 捉え方っていうのを、まあ、皆さんにねこう提案してみたいと思うんですよね。で皆さんはただ単純にその、えー、デジタルで取っ手出しって言葉は軽く使ってるけどこのね取っ手出しってことがいかにね、えー、大切でこれによってね作品の、えー、優劣がつくことはもう間違いないんだけど、まあ、この辺のところね 皆さんがどう考えているのかなっていうふうにまあ今日は逆に聞いてみたいと思うんですよね。まあそうやってまあメールまあコメントをいただける方もいるんですけどまあ自分はまあそこがまあこの写真の、えー、難しさであり面白さであるっていうかねもちろん自分はねその感覚的なことをあのまあ 写真は最終的な感性になるわけですよね。まあ技術がいくらあっても。カメラがいくら良くても。そのそこから吐き出される絵がね。いいか悪いかっていうのは。もうその撮る人の。まあ感性によるんですよねで。自分はもう言い続けてるようにね。まあ中にはね。数を取れば上手くなるんだなっていうことに対してはね。俺はもうそんなこと言ってる奴はバカじゃないのと思う。数を取って上手くなるんだったら。 連写してね街中を連射してダッて歩いてその中からいいの選び出せばいいじゃないかってそれはねそのことねまあ写真家としてね作家作風としてそれは一つの方法かもしれないけどじゃあこれがねプロとして仕事していく時にねこんな数取ればうまくなるんだなんていうその考えをね持ってはいけないと思うんですよね自分はね自分はそう思ってるんですよね。 キャノンは早くデジタルの研究に入った他社の担当者はのんびりしていたと朝日の記事にあったのを覚えてます。まあ自分が最初キャノンでねデジタルが、まあ、フジフィルムでね、まあ、あの青山の最上階で、まあ、あと5年もするとねフィルムはなくなりますよって言われた言われてからね実際デジタルに変わったのは10年ぐらいかかったわけですよね。 フジフィルムっていうねフィルムメーカーでもあるに味関わらずねやっぱりそのデジタルに変わるんだってことで今でもねだからまあ富士のまあ自分は使ったことはないですけど富士のデジカメはまあ定評があるというふうに言われてんですけどまあ自分は正直言ってね一度もそれをテストもしたことなければ使ったこともないので。 まあだいぶそれたことを言うだ機能的なことね機能的なことを考えていくとまあ自分はキャノンがポートレートとしては一番適してると思うからですねで風景ってなったら選択肢いっぱいあると思うんですよねか前から自分が言ってるようにニコンの方が車とかねああいう硬い硬質なものを撮るのには向いてると思うで風景だって多分そういうことがありえるんだろうと。 例えばライカだったらアポ、まあ、ズミクロンだったらねシャープすぎる面があのポートレートには向かないけど風景とかシズル感っていう意味においてはね向いてるとかそういう使い方をねあのやればまあすごい違うと思うんですよねこ、はい、こんばんはです <laughs> まあそんばはそなことでね。 まあそんなことで、まあ、自分のね考え方を、まあ、皆さんにね押し付けるわけじゃないんですけど、まあ、そういうふうにね考えてったらまあその写真っていうのが大きく、まあ、皆さんにとってみればね大きく変わっていくんじゃないかなって気がするんですよね。 目でで見るるっていうかね肌で感じる自分が目で見て感じたものに対してねこうそれを何ミリで表現するかどういうふうに表現するかっていうことが最も大事であってままですだからそこをねそこを皆さんがあのまあそれぞれの考えでいいんですけどもちろんね野村の考えが正論だとは言いませんのでただ 自分はね長年これで、まあ、仕事をしてきたっていうそのねこともあってで実際自分がこういう、まあ、仕事に携わってね、まあ、デジタルの最終表現である印刷物になるってことを考えたらその、まあ、今ねあの皆さんと作ろうとしてる、えー、作品集はねデジタル印刷っていうことであの今までのね あのい印刷方式とは違ってデジタルで表現するだからデジタルで入稿するっていうことで今までね CMI 系で分解してねそれでまあ,あの印刷してた方式とは違ってねそのものがデジタルで印刷されるから結局見たまんまが、まあ、あの印刷できるってことですよねこういうことを、まあ、皆さんがねい,いくら言われてもなかなか難しいと思うんだけど。 まあ今自分が考えているまあ印刷のまあ最適性を考えるとねまあそれが一番いいんだろうとただねコスト的に高い大量にすれないっていうそのねえことはあるんですけどねもちろんオフセットでねオフセット印刷でまあ大量に作っていけば一冊単価はねすごい下がってくるんだけどまあ今の時代のことを考えるとねそのもう大量にね作って。 昔みたいな10万部なんて売れる時代じゃないし、まあ、そういう、えー、時代でもなくなったからねだから今度は本当の、まあ、写真集紙の写真集っていうのはもう本当に好きな人がやっぱりその、まあ、楽しむことになると思うんですよね、まあ、だから部屋に写真を飾る方が、まあ、好きな方もいれば部屋にね置いたりとか。 でまはモニターでねまあ自分でやったものをモモニターに流しながらまあ楽しんでる人もいると思うんですよね。今のキャノンはメディカル会社と、えー、三田井会長が新聞に広告を出しました。そうなんですね。まあこういうことをねまあ考えてねそのまあ自分はねその映像が どん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 進化してくるだろうし皆さんのね映像表現っていうのももちろんいろんな表現が出てくると思うんだけどその自分が考えているものっていうのはまあ好きでね自分の好きで自分の好きなように写真を撮って自分が楽しんでねいやこれでいいんだっていう楽しむ分にはねいくらそれでもそれでやってもいいと思うんですよ俺はね別にそれに対してあの否定する人もいないし。 まあ賛成する人いたとしても否定する人はいないと思う否定っていうのは逆に言えば無視されちゃうことなんだけどまあそういうそのように考えればまあ受けなきゃいけないっていうねまあたくさんの人にこう支持されなきゃいけない昔だったらでしょまあされなきゃいけない今はねその極少数でもいいけどまあ支持されるものをねまあ作っていければまあ写真的にはいいのかなと思うんだけどその。 い,いわゆるね、自分が言ってるそのプロ写真家としてね、プロとしてこれから仕事をね、あのこれで食っていくんだと思う人にとってみれば、それではいけないと思うんですよね。まず、まあの最,最低限まあ誰かにね支持されて受け受けなくちゃいけないっていうことがまあ、大前提にあるわけですよね。で、まあ、ごく少数でもいいけど、まあそういう風に思えばね。 まあいいと思うんだけどだからよりねいいものを作るためにまあ自己満足で終わらないようにねいい写真をまあ作り続けてほしいじゃあいい写真って何かと思ったときに俺は2秒間まあ印刷物だったらね2秒間パッて見て2秒以上ねこう見てくれるものが出来上がれば俺はその作品としてはねまあ大成功だっての昔から変わっていないんですよね。 で今のインスタ時代になってくると 0. 点何秒で1秒見てたらすげえっていうまあ逆に言えばね1秒見てたらすごいと思うんだけどまあ自分は京都にも行って、まあ、いろんなね皆さんと話したんだけどそのインスタでねインスタというこういうその表現メディアが出てきてねこうなんかそれに関してまあ別にそれをやるのはいいと思うんだけどねでもその。 それをやっったことによってねその何か仕事につながる人がいるかって言ったらこれもねまあすすごい少数でであると思うんですよねまあ、自分のグラビアの時代だって、まあ、1年にね数人しかこうねあの脚光を浴びる人いないわけだからねな何百人もねカメラマンが存在してたわけじゃないからそうやって考えるとねいつの時代だってこの カメラマンのの、ね、人数制限ってすすごくあの少ないものだと思うんですよねただデジタルに変わってくるとより簡単に表現、えー、発表できてしまうとこあって、えー、消えるのも早いから、まあ、皆さんがね、えー、誰でも、えー、発表できる場にはなったわけだけどねなったわけだけどまあそれから。 えー、皆さんがねどこまで満足いくものになってるのかなっていうのがまあ俺は気になるんですよねだからその満足いくものができるかっていうことは今言ったように取って出しで自分は取って出しですと自慢することじゃなくてその出たものが何か感じさせなきゃいけないし何か感じなきゃ意味がないと思うんですよね。でそれが 例えばそこに宝石が写ってるからじゃなくてゴミが写ってるから宝石が写ってるからで宝石の方が優位かってそうじゃないしそのゴミっていってもね宝石以上に輝いてるものがたくさんあるわけだしまあこういうところにね目が向いてえ通り過ぎてしまうような日常の風景をねえ切り取れるかどうかっていうこともまあ大きいと思うんですよね。 ひげがない、ひげがない、ひげがなくはないですよ <laughs> あ,あすみません <coughs> だから、すみませんね、なんかね、咳が出なんかね、朝方ね、起きて寒い中でやってたら、なんかなっちゃったんですよね まあ、えー、状態はいいのでまた明日ぐらいには元気になると思うので別に元気がないわけじゃないんだけど咳が出ちゃうからね皆さんに申し訳ないなとひがなないいわけじゃないですこれねまあ俺のね写真と他の人の写真と運転の差があるとかそういうことではないと思うんですよね。ただねね、まあ、自分は、まあ、プロとしてて、ね、て長年こうやってきて 言い方が正しいかどうか分かんないけどまず稼いでこれたっていうことは、まあ、現実にあるわけであってねライトルーム等の現像でシャドウを持ち上げたりすることを知っているだけにカメラ内現像だけで仕上げることは難しく感じてしまいます。ですがフィルム自体のことを考えると不自由さの中で表現することも チャレンジするる必要があると思うんで俺はねあのー、このあごめんなさい俺はこの、えー、JPEG に関してでまあ考えていくとですね自分の考えですよあくまでもねこれ皆さんがどう考えているか分かんないですけど JPEG でデータを立ち上げるときに自分はなんか JPEG を Lightroom に当てはめることはなんか自分は違う気がしてるんですよねで。でローデータっていうのはもともと現像しなきゃいけないからまあもちろん、まあ、カメラのプロファイルがあってね、あのー、Lightroom のプロファイルによってね色の修正っていうか、まあ、それを基準っていうのがねその Lightroom の作,、ね、作った人の、まあ、考え方で基準がこういう基準にしようとするところで、まあ、色がね あの実際撮ってるものとまあこの入れた瞬間にシュッて色がこう変わるのを見てても分かるんですけど自分はね自分の色を作り出せっていつも言ってんだけどそのライトルームが持ってるねそのプロファイルでね果たしてそれでいいのかっていうのは自分はそう思わないですよね。でそれっていうのはあくまでもその自分の色を作ることになっていないからって言いたいんですよね自分はね。 JPEG にまあね現像するロー現像の老現像ソフトはそうなんですけど JPEG に関してはまあ自分はですよそのまだそんなね JPEG そのものはあんまりいじくってきたわけじゃないんだけどその自分で思うことっていうのは JPEG はもう Photoshop で直接 えー、自分流に少しこう変えるぐらいでライトルームでその表現をしなくてもいいんじゃないかなっていうのは自分は最近だよ最近だからねケイソバさんがその思ってるものと自分の考え方は多少違うとは思うんですけどまあこの辺がまあ多少食い違いが出てる部分はあると思うんですけどっていうことが少しありますね自分はね。 ああこんばんはですヨザさん秋田島さんこんばんはですよろしくお願いしますこの辺どうなんですかね皆さんのそのまあ JPEG に関して JPEG はね昨日ここに 34日ぐらい前からね JPEG っていいのかもしれないって突然ね言ってて JPEG は違うんだなって言ってたやつがねいきなり JPEG がいいんだなって言ってんのがえどうなんでしょうね。ああ写真集の進み具合ですか今あとね4人ぐらいが一回そのえもう一度ねここをもう一回変えた方がいいんじゃないかっていう件があってでそれを送られてきてる。 のを見て、まあ最終になると思うんだけど、まあ今写真集のページ数でいくと、えー、高平次さん、まあね、この話になって認定で認定じゃないとかいろいろ言いながらも、えー、写真集はまた同じ280ページになってしまいます。これはもう、まあ結果的にそういうことになるんですけど、まあそれだけね、まあ皆さんの まあ熱量が高いっていうことでまあまたねこれによってえなんか面白いことが起きるだろうっていうのは思ってますこれはねだから写真集がまあねま,あまさかね1冊目280ページになってね全部受け入れてたのが今度は認定点にしてね減るだろうと半分ぐらいになるだろうと思ったらまあ実際ね、えー 280ページというね同じ厚さになりますこれはだからあのただねデザインっていうのが最終的にあと4名の方をまあもう一回見てそれでまあこのようにした方がいいんじゃないかっていうのをやり取りした後でそれからデザインにかかるのでまあ本ができるのはどうしても来年になってしまいますねこれはん。ん ?5 名か5名ですって。 まあこれをね、まあ、見て最終的にねこう判断していくことになるんですけど、まあ、皆さんね、えー、遅いよと思われる方いると思うんですけどまたさらにねあの良いものになっていくっていうあの期待感は自分の中でありますねこれはね。 まあ実家の方とかをね直していくってことからと、まあ、来年になっちゃうんですけど来年3月ぐらいまで全然工事が終わんないっていうので、まあ、今はね工事工事者が常に入ってるって感じなんですけどああ JPEG は写真月刊誌では撮りましょうとは言ってないような感じですよね。 いいんですこれは撮ろうが撮る前が俺は自分の勝手だと思ってるしその人のねまあ新ママさんがこれでいや自分はもうろ一択でいくんだってそれでいいんですただ俺は最近ねやっぱりろう現像っていうか JPEG のねやっぱり現像ソフトってカメラ内現像って考えた時にまあメーカーがね威信をかけてやっぱりここに力を注いでるんだろうなっていうのを 感じたからです自分はねまああくまでもライカの話なんだけどだからこのライカでねまあ撮ってみて思ったことっていうのがやっぱりさすがライカだなぁと。で出てくるね絵が吐き出される絵が JPEG そのものでかなりもちろんねそれを自分でフォトショップで少しこうね自分流にアレンジしたりとかいろんなことしていくんですけど。 まあ自分が思った最終的な老現像とまあ何だ変わりない方法を取るんだけどさっき言ったようにライトルームでいじるとなるとまたソフトがワンクッションそこで入ってしまうのでね自分はやり方としてはね皆さんにあまり話してたかどうか分かんないけどとにかくライトルームでセレクトしてライトルームで書き出しをし,してからフォトショップで最終仕上げをするっていうやり方だから結局その JPEG でね もう完成されたほぼ完成されたものを、まあ、自分が見てでこれをそのやるってことになっていくと今まで以上に、まあ、自分的にはですよ自分的には、まあ、短縮される部分もあるんですよねところが、まあ、今言ったように、ね、あのライカのね M10 モノクロームとか M11 モノクロームなんかの画像に関しては、まあ、JPEG じゃなくて まあ老幻像でやった方がいいとなってくるっていうのは、多分これカラーの表現の仕方なんだと思うんですよね。自分はまあそういうふうに思いますね。いやだからこれ別に iPhone で撮っても Lightroom で編集しても、これ別に全然僕は Lightroom でやれってやっちゃいけないってことを言ってるんじゃなくて、あくまでもまあ JPEG に関しては。 そういうふういに思うんだけど最終的にねライトルームもフォトショップもねやれることは一緒だからまあ最終的にはワンクッション入れないでまああのフォトショップでやった方がワンクッション少ないからその分だけねやっぱりその工程が減る分だけまあデジタルだからね解像度は変わりないと言うんだけど多少は違うっていうふうに自分は思ってるのでまあこの辺がねそのまあ あのー、皆さんの考え方でねあこさんの考え方をね否定するつもりはなくてさ最近自分でそう思って、まあ、実際ね京都で <laughs> 京都で見て、あのー、JPEG を見たところねうわなんだこの絵はっていう感じがこうあったので、ね、もちろんねその狙う場所によってももちろん違うわけだけど、まあ、こういうふうに思ったってことですよね。 まあこの辺がまあ皆さんがねえどういうふうにまあ解釈するかですよねこれねだから自分は皆さんにね言うのはこうしなさいああしなさいこういうやり方がありますこうしなさいとかっていうことじゃなくねそれぞれの感性でやられることが一番ベストだと思うんですよねもちろん村はどういうことやってんだろうっていうの気になる方もいると思うのでまあそういう人はねまた改めてね <laughs> そういう時間を作ってい時いい <laughs> ごめんなさい気がします自分はねこれどうですかねこんな考え方で皆さんはねこれに関してはねいろいろあ,のあると思うんですけどね ああ JPEG の取って出しはキヤノンでいうピクチャースタイルの設定が難しい。いやだからここがここが自分が言ってる設定を自分流にするってことを言ってるんですよね。で自分はそのまあこのカメラが持ってる設定ですよね。昨日もいろいろこうそのことに対して話をしたんだけど、まあ、ここが、まあ、まあメンバーサイトもいろいろ話したんでここが難しいところでこれをね、まあ、自分流にねどうやったら。 そのいい表現になるかっていうのはそ各自のね考え方なんでどれがベストかとかどれがベストじゃないかってことはないんだけどただその皆さんがね皆さんっていうかまあ自分がまあ皆さんの作品をお預かりして思うことっていうのは JPEG でねやってるのを見るとそのまあカメラに振り回されてるかなっていう感じはしました自分はね。 JPEG がが今度主流派から外れるる可能性があると聞いたこととあります残しておくならローはもうと感じていやもちろんこれは、ね、北島さん「ローはね絶対必須で残しておくことはもう間違いないですこれはなぜかって言ったら自分は前から言ってるようにねやっぱり10年後あと10年したら現像ソフトも変わると思うしもしかしたらねこの RAW 現像も JPEG ももしかしたら新しいスタイルに 変わらなないいとも言えないですよねこれ、まあ、カメラがねどんどん進化しているのでまあだからこの時代がなくなってしまう中にはねだからこの、まあ、京都行ってね話した時にその今のデジタルカメラは電化製品だからって言われたことがあって10年もしてね15年もしたりしたら結局電化製品だから修理もできなくなって使い物にならなくなっちゃうとまあ あのそういうういこととも起きると思うんですよ、ね、まあ自分はまあたまたまね M8 をずっと持ってていまだにそれが使用できる状態にあるってことはまあ自分は中古で買ってるわけじゃないから、まあ、自分で、まあ、新品で買ってるからねだと思うんですけど自分はね。ああ野さんこんばんはです。 写真を撮らせてもらった人にあげるには JPEG が便利ですけど要するにねまあ便利便利とかあのそうじゃないとかっていうことはねあんまり関係ないと思うんですよ自分はねもうその便利だと思う人は便利だと思う考えでいいと思うしそのまあ自分が言ってるのはね最終的には自分の作品で自分が撮りたいものが JPEG であろうと RAW であろうとね えどうやっっったら自分の思ってる自分分のの思ててるるが狙もできるかですよ、ね、なんか昔のフィルムでいけばね自分もフィルム現像した時にフィルターを対応して、ね、数多くのフィルターを所有していてで当然ねあのフィルム時代っていうのはエマルジョンナンバー、ね、そのフィルムの製造ナンバーによって色が大きく違うわけだから、まあ、ラーメン屋さんの仕込みみたいなもんでいつも同じスープができるとは限らなくね最初はうまかったけど後になってみるとまずくなったみたいな。 まあね、食べる方が慣れちゃうってこともあると思うんだけど少しずつねやっぱりその、えー、これも変えていくってことの大きさはすごくあると思うんですけど、まあ、自分は、まあ、その便利だからっていうことじゃなく一番自分にとって適切な自分が考えてるものがあの出るか出ないかですよね。自自分分ががこれは自分が狙っていた 雰囲気だとか自分が狙っっってててたたものだだいううことを出すすめににねねそれによよ違うんですよねだから今回も京都でねまあアポズミクロンのね 35mm とアポズミクロンの 50mm 持っていったんだけど結局ねミノルタの 50mm だって相当いい写りしてるからじゃあここのレンズの差がねどんだけあるかって言ったらこれはもう好みの問題だからね。結果的に まあどっちがいいかとは自分は言えないと思って自分が好きか嫌いかだけだからね教えてもらったアドレスに送る場合 JPEG は便利ですだから便利だっていうあのねまあこれはね新ママさんがいいこれでいいと思うんだけど便利だから使うっていうことがいいんだけどプロっていうのはね便利だからってことで使わないですよなぜか言ったら。 自分の自己表現だだかからら便利だから書けないでしょ自分がまあ,あのどういうふうに表現するかっていうことがね最終的な入稿っていうのはローで入稿じゃないからねか書き出したものを、まあ、JPEG なり TIFF なりで印刷に入稿するっていうのが今の、まあ、雑誌のスタイルですよね。ろう現像でやると相手が編集者がこれってどういう色にあの現像すればいいんですかってなっちゃうから。 最終的に JPEG でとか TIFF でねその,その人が持っている色だったり絵立ちだったりを完了するっていうことがあるので便利とかあの便利じゃないっていことで使うのは俺は違うと思うんですよね。まあそれはいいと思うんだけど別にこれに否定俺が言ってるとねまあ否定のようにも感じるかもしれないけど。 まあこれはいいいんじゃないですかだから例えば携帯でね写真くださいっつったら撮ったやつをねその場ですぐエアドロップであげたりとかそういうことができる時代であるけどまああくまでもねそれがまあ携帯だけで見てればね別に問題ないんだけど大きく画面で見た時にまあ色が違ったり <laughs> ったりねまあそういうことが起きるわけだからね。 これはどうですかね皆さんのこの考え方っていうのはねまあ自分はそのこういうふうにねうまあ便利だからっていう,うまあ別にね否定するわけじゃないけど便利だからこれにするとかっていうことでその仕事で考えてきたつもりはないからね自分の考えているものがいかにこう的確に えー、考えたものが表現できるかってことになるわけだから、えー、まあ確かにね JPEG ってのはデータが軽いから送る,のに送るのにも簡単だしね t i f になるともね容量がぐっと増えてしまうからねあ先生はプロで素人の大きな違いとうそうなんですかねこれはまあ自分がプロだから 皆さんは素人だからっていうことで分けてしまうのはまあ自分はそういう考え方はあんまり適切だとは思ってないんですよね自分はね結局そのアマチュアでもね上手い人いっぱいいるしただ最終的にはですよプロとアマって何が違うかって皆さんこう何がプロとアマと違いだと思いますか逆に皆さんで聞いてみるけどプロとアマって何が違うんですか まあこれもね回答としてまあ皆さんがねどういう回答もらうんだろうと逆に言えば聞いてみたいけどね。ああ本日はこちらの YouTube 配信用アカウントから失礼いたしますダークサ,ーーークサイズさん「酒とカメラと男と女」ねなんか昔あの演歌歌詞であったようなあれですけどね。 なんかいいいですよねこういうのもねまあそんなことでね皆さんがまあこの辺がねそのどっかあるような気がしますよね便利だから JPEG で撮っちゃうっていうのがあると思うんだけど自分はさっき言ったようにカメラによって JPEG で撮るものもいいと思うんだけどでもあの自分が言ってるのは 誤解されちゃいいけけないんだけど自分であくまでも色温度設定したりとかコントラスト設定したりとかシャッタースピードレンズの絞り解放なのかあとは何を撮るかっていうことをその全部把握した上での JPEG ですからねこれは皆さん誤解されないようにしてほしいんだけどそれで初めて自分がまあ大体こう気になっていたことっていうのは。 モニターでもうモニターのね綺麗さっていうのは iPhone でも一緒なんだけどまあモニターで見てね綺麗に見えたものがパソコンで見てね見た時にあれなんか違うなって思ったまあどこかねがっかり感みたいなのもねその現場の雰囲気はも,もちろんありますよ。ただこれをね自分が JPEG でやってみたところは見た感動がこうやって表現できるんだって。 っていうのが、まあ、自分の考えでここ2、3日この話をしてるんですよね。まあ、これは皆さんどうなんですかね。最近 RAW より JPEG に利点を感じたのはレンズによってカメラが生成した JPEG で感じた艶っぽさみたいなのが RAW ではなくなってしまう部分があると感じたことです。具体的にキヤノンの EF100 400F456 です。人肌の照りみたいなものは老だとなくなるんですまあ照りうんまあ俺はねまあこの辺がなんていうのかな、まあ、西村さんのまあ考え方を否定するような言い方になってしまうんだけどことね人物の肌に関しては俺はもう JPEG はこうなんていうのかなあの頭にないんですよね。で、やっぱりその 肌はね自分がデジタル変わってきてから自分がやってきたことがいっぱいあるからねそのやってきたことによって違うからねでそのレンズによっての描写の違いもあるしで自分が好きな描写はどうやってやるかっていうことがまあ非常に大きいですよねだからその自分が思ってたものがだから最近ね言ってるように R3 使ったら。 結構、ね、いい雰囲気が出るっていうのは、まあ、キヤノンの場合はねバージョンアップによって何か変えてるのかってキヤノンの人聞いたけどいやそれはねプロサービスの人は何とも言えないって言ったんだけど、まあ、自分はね何か変わったと思うからお蔵、まあ、入りしてた R3 をね今頻繁に持ち歩いて京都でも持ち歩いてるんだけど、まあ、これがね、まあ、自分が表現したい自分が狙っていたものの一つですよね。で ちょっと、えー、京都で、ね、感じたこと京都では JPEG は撮ってなかったんだけどああのローデータばっかりだったんだけどであの今日ね JPEG で撮ってみたところあやっぱり JPEG で撮るとこんなにクオリティ高くシャープに映るんだっていうのは感じましたこれはあくまでもねその自分の考えですよ皆さんに押し付けようとかそういうことじゃなくその自分が思ってる まあ感覚ですよねところがこれをそのポートレートにじゃあこれを自分が使ってみたいかっ,った自分は使ってみたくないんですよね。まあこれあくまでも自分なんで皆さん押し付けるつもりはないし皆さんのやられる方向でよいかと思うんですよね。<laughs> JPEG がメーカーの考えたそのカメラの基準なら自分の表現がその基準からどのくらい違うのか。 物差しと JPEG 違うのか物差しとしては JPEG は必要かと思います。まあっていうかね最終的にはまあこれがね自分が思ってることっていうのはその必要か必要じゃないかっていうことよりも自分が思ってるものが最終的に映像として出るかどうかなんですよね。で 自分が思っているのは自分が思っていたものが自分があの時感じたものがまあこういうふうに出たんだっていうようなねまあ京都だとするとなぜそう思ったかっつったら京都で一日雨降ったわけですよねで1日小雨で朝早く来た時は路面がすごい濡れててでそれ清水寺とか行った時にその木のねそのまあ反射だとかそういうのを見た時に。 いやめっちゃくちゃ綺麗だなぁとで自分はやっぱりのしずる感っていうのをすごい好きだからまあ、家内にもねこの雨の感じすごくいいからこういう感じ撮ってみなとか、まあ、そういうふうになった時にまあ、この JPEG で撮ったものが、まあ、同時記録してたから今回はねで、まあ、帰ってきてねそれを、まあ、見たところ、まあ、正直言って「なんだこれはって。<laughs> まあ本当にびっくりするような <laughs> あごめんせいびっくりするようなね表現になったのでまあこれはあのー、自分としてはね「JPEG を撮っててよかったな」っていうふうには思いますこれはねだから皆さんにね説明してね皆さんいやそれは違うんじゃないっていう人もいてもいいと思うんですよね。 ああカメラは必ずロ,ーローは必ず必要だと思いますよ俺はね。っていうのは言ってるようにまあ今ね今の形式がロー j p e g t i f ってことである限りねカメラではまあローか、えー、JPEG で書き出すわけで t i f で書き出すってことはないからまあ同時記録っていう意味だよね。で、まあ、そう考えたときにこれがあと何年ねそのこの形が。 維持されていくのかあと何年かしたらね全然変わったものになっていくのかってのか分かんないですけどただ言えることはまあ AI のね進化なんてもうすごいものがあるんだけど、まあ、これがね、まあ、どん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 進化していくと老、うん、現像ソフトそのものもねこう自分が、えー、例えば野村町で俺,が、ね、俺の好きなイメージっていうのをねい,いくつかインプットしていくと。 浪元像をするときに全部それで簡単に書き出せる時代がまあ来てもおかしくないような気がするんですよね。ああその写真くださいという人が時々これあります。JPEG に変換しておくのはまあいいと思うんですこれはね。まあもちろん相手は JPEG じゃないから見れないからね。先生はライカの絵作りが良いという話で。 便利とか扱いやすいいすすすででではないですないですそうなんですよだから便利とか扱いやすいとかっていう話じゃないんですよね。のでまあうと思ったのがねつい最近までは、まあ、M.R のが絶対自分的には色が好きだと思ってたことが最近 M11 でねその JPEG を使うようになったらね JPEG 同時記録やるようになったら。 いやこれはすごいカメラなんだなと思っちゃったからその M10R をじゃあ比較した時にねもちろんライカの写真集でねアンスリムを撮ったのが M10R なんだけどまあそのシズル感ということを考えた時にまあこれがまあ自分のことですよねまあだからどっ,ちどっかでね M11 とか。 あの否定的な否定的って言うんだよね否定的なとこがあったんだけどまあ自分がねその写真ってやってる時に、まあ、これが来たからっていうことでねまあ何、まあ、て言うんですか買ってしまったというかね心の中ではねどっか失敗だったなと思ってったところがあるんだけどでもそうじゃなくて自分の設定がまあ良くなかったってことですよね。まあ、はっきり言えばね自分の あのカメラ設定いろいろ考えていろいろやってるうちに、ね、自分はねよくね、まあ、ここでも、ね、寝転がりながらとか、えー、カメラを置いて何度も何度も設定を変えて何度も何度も撮るんですよ撮ってみてそれで見てこうじゃないなじゃないなっていう風に思ってもうだいぶ繰り返しましたね。でもしかしかたら そういう過程をね皆さんに YouTube なんかで見せればもっと面白いのかもしれないですよね。で自分はそのそういうふうにこうなんていうのこう考えてることがすごい面白いからで面白くてふとこうああこれは違うなこれ M 点あるとこの差は何なんだかなこれも違うなあれも違うなっつってまあうちの家内なんかもね俺が出してカメラを切っぱなしにしてそれでいろいろ。 まあ撮ってててるの見ててね自分があ,あっと思いながらもねあっと思ってもそれが長続きしないみたいな <laughs> まあこれがまあうん自分の考え方ですよね皆さんがだからこれに対してねどう思われかですねだ自分だって本当に JPEGJPEG がいいなんていうことを多分俺は今まで言ったことないと思うんですよねところがこの1週間でね なんだ急に野村は考え方変えたのかよって多分思われると思うんですよね。で自分はその,そのことに対してね否定も肯定もするってわけじゃなく、ね、フィルム時代も自分の好きな色を出すためにあの例えばコダックのフィルターがいいのか富士のフィルターがいいのかこれとこれを重ね合わせた時はどうなんだろうとか。 増感現像した時はどうなるのと玄関現在した時はどうなるのかとか例えば昔のフィルムでいくと増感自分は必ずねあの現像するときに3分の1増感をえこれをえマストとしてきたわけですよね。でこれなんで3分の1増感するかっていったらポートレートだからこれはまあフィルム時代のね自分のなんていうんですかね長年やってきた まあ自分の野村なりの一つのテクニックの一つだったわけですよね。でアシスタントにしてみれば毎回ね3分の1増刊をしてるっていうのは何なのかなって多分アシスタントは思ったと思うんですよね毎回だったら露出ちゃんと合わせれるじゃないかと思ったと思うんだけどでも別にアシスタントってのは野村学校じゃないからそんなこといちいちね3分の1増刊するからいいんだとかそういう言い方はね自分はしたことはないし教えたこともないんだけど。 多ただそのそっからそっから考えてもまあデジタルの考え方でいけばねもう JPEG もその一つなんじゃないかなってだからその M10R から M11 が出た時にこの差はどうなんだろうと高画素になったこととね M10R の4500万画素とね6000万画素と何が違うんだろう。 どう違うう違んだろうってで、ね、当然そのねモニター見てると色は違うわけだからあの同じように言ってないわけですよね同じメーカーなのに同じ色が出てないっていうのは、まあ、不思議ではあったわけだけど、まあ、そこでね、まあ、自分が最近までもねまだこうやって京都行く時もこうやって悩んだりとか悩んでるって言うとね皆さんにとってみればええー、と思うかもしれないけど。 まあ、模索しててるって言っ言た方がいいですね自分がまあいいものを作るためにどうやったらいいものができるかっていうことを常に考えて歩きながらもずっとこう考えてるわけですよね。それでこの風景の時はどう思うかこの風景の時は何がいい何をこうなんだとかそういうこともね中にはね行った時にほら「野村クラブ」メンバーでもね教えた時「なんでこっちからなんですか?」って「光の与え方もこういうこともあるんだよ」って教えた方もいるんだけどでもやっぱりほら そういうふうなことがね多分あの理解できる人とできない人の差だと思うし、まあ、こういうことが多分うんなんかそんな気がしますね。あ M10 モノクロームでローとだからさっき言ったように M10 モノクロームでは俺はろう現像と JPEG っていうのはもうモノクロはいろいろテストしてみた結果 M10 モノクロームも M11 モノクロームもあのロー現像一択ですねこれは、まあ、自分が JPEG で撮ってねモノクロがいい表現になったっていうことはないのでいろいろやってみましたそれで、まあ、京都でもね JPEG で撮ったものもあるんだけどまあね自分的にはやっぱりロー現像でやった方がモノクロの場合は色がないからね色がない分だけやっぱりその。 全体の調子もうコントラストとかねそういう表現しかないので自分はそう思いますねまあこれは皆さんの考え方だからね「使われた」<laughs> 先生のならプロでも日々発見がありアップデートされてると いやもう日々発見じゃなくてずっとですよ。俺ね多分50年間ずっと今と同じ考えをしてきてただ YouTube やってないからこういう話をねしたことないだけで本来はねこういう話いっぱいするわけですよね。することによってなぜっていうことの疑問をねやっぱりその一般の人って一般の人って変だね。一般の人って言うと知るようになっちゃうね。だから一般アマチュアの方やっぱ一般アマチュアの方って変だね。アマチュアの方が その写真を撮るとなった時にそこまで考えてものを撮ってる人はまあ1割もいないんじゃないかなって気するんですよね。だから結局そこでまあ優劣がついてしまうのかなって気もします自分はね。それでそのどうやったらその自分のね自己表現自分だけのね世界観っていうのを作れるかまあポートレートもそうですよね。 そのポートレートの話もねまあ京都でもいろいろ話したんだけどまあ作品見せてもらってねでこう思ったことっていうのは皆さんはねやっぱりその <coughs> 撮影会行ったとかねまあそういったものをねまあ撮影会とかモデル撮影会とかねまあそういった時のものを <coughs> <coughs> ごめんなさい。 まあそのなんていうのかな、まあ、これはねもうあのメンバーサイトとか一般関係なくね自分がまあ皆さんにねこう言いたいことっていうのは例えば人のね人のって変だけどね、まあ、プロの方がイベントで開いてモデルさんを設定してそれでまあライティングして撮らせてもらうってことをねやった時に、まあ、そこで撮らせてもらったものをね要するに自分の作品として そのファイルに入れるのは俺はタブーだって言ったんですよ。これはなぜかって言ったらねやっぱりそのその人のねやっぱり作風っていうのはあるわけだしこれをねそのアマチュアの人がね自分のあたかも自分のような作品のようにしてねその表現して自分で持ち歩いてるってことは俺はね恥ずかしいと思うんですよ。なぜかって言ったらそれをねまあ言ってもちょっと分かりにくいと思うんだけどあくまでもねその えー、写真家の人がねやっぱり感性で自分で作り上がった世界観を、まあ、そこの一部をね、まあ、撮らせてもらうっていうそのねあの感覚でこう撮影会なり講師なりやられてると思うんだけどそれあくまでもねその時に、まあ、どのようにしてるかっていうのだけをねつか、えー、めばいいと思うんですよ自分はねでその作品をね。 取れたたもものののがあか自分,のあたかも自分の作品のようにしてやってっねこれどうですかって見せられた時俺は正直言ってねまあちょっと「うーんこれはどうなの?」って言ったんだけどだって誰かの似てるよねって結局だったら最終的にはその人らだったんだけどでそれがねやっぱそういうふうに明らかに個性が強い方のところに行ってね撮ってるものをね自分の作品だっていう。 言ってしまうほど、俺は恥ずかしいものはないと思うんですよね。だからまあ例えば富士山だってね。富士山でみんなで行きましょうって言ったって。やっぱりその自然界っていうのはね。また違うものだけど、モデルっていうのはメイクされて衣装がいてライティングされてるわけですよね。もうほぼまあ何て言うの？その段階で5割から6割ぐらいは完成してるわけですよね。あとはその出来不出来はもちろんありますよ。その当然。 同じようにいいかかないわけだからね最終仕上げとか撮るタイミングだとかねその仕上げ方の問題はあると思うんだけどまあこういうことをね自分はそのね京都でもまあこれは違うんじゃないって否定はしました否定っていうかもう真っ向から否定してこれはそのやってはいけないまあ一番やってはいけないことだっていうふうにねまあそのね写真家の人がそれでいいって言うんだったらそれはそれだけどまあ要するにそれで自分が上手くなったというふうに。 感じるのは俺は俺違ううと思うんですよねこれは皆さんの考えどうか分かんないけどあくまでもそのねそのまあほ遠くなり撮影会なりっていうのはね例えばそういうとこ行った時ねそれはシチュエーションを与えられてるわけでそこ行って写真を撮るから撮れるわけであってねモデルさんと会話してどこで場所を撮って洋服はどう色うでメイクはどうして光はどうしてって考えてるわけじゃないじゃないですか。てっことがね これを、まあ、ここがプロとアマの、大きな差になってくると思うんですよね。だから、自分は、まあ、昔はね、撮影の講師とか、いろいろこう受けたりはしたんだけど。やっぱり、疑問感じるとか、そこでしたね、自分はね。青紫と話すか、す美しかった。 うん、時代の流れが早く紙バイがなくなる昨今ですが今後デジタルが進み、えー、写真業界が不安です。これはねまあ結局その写真業界がどうこうということよりまあまあプロでねこうあのプロで食っていける人っていうのは。 昔も今も今変わんないんですよこれ皆さんねその今だからね YouTube だからたくさん写真愛好家の人はたくさんいるけど結局昔の時代もねプロの人がじゃあアマチュアの数ほどプロがいたかったらそんなことないですもん。自分がまあ28ぐらいでねその雑誌ね仕事してる時だって一つのねやっぱり 100, 100万部以上を誇ってる雑誌であっても。 その中にいるねグラビアのカメラマンってやっぱ45人しかいなかったからやっぱりその数的にはね昔も今も俺は変わらないと思いますよ。で今デジタル時代になって誰でも撮れる時代になったからねじゃあそこに1,000人いるか2,000人も食える人がいるかってったら例えば2,000人食えるようになったら4人で食ってたものを2,000で分けるって考えたら1人当たるの、ね、ギャラなんてのは大きく減ってしまうってことも言えると思うんですよ。ただ そのこれからねそのプロとしてやっていく時代っていうことを考えればまあ昔よりは難しい時代にはなってると思うんですけどなってると思うんだけど別にねだからったってヒゲすることはないし自分がやりたいものをねあのやっていけばいいわけだしこれで食っていこうっていうことよりもねまあこれで生きていくんだっていう考え方の方が正しいと思うんですよね。これで まあ自分はね生活しながらでも他で働きながらでも生活しながらでもそのやっていくんだってことを考えていけばね決してね別にあのこれからのプロの人があの関係ないと思うんですよねだからデジタルになったから誰でも撮れる時代になったからよりねそのまあ俺が言ったようにね JPEG とかいろんなことも考えながらね俺みたいに考えるやつもいるわけだからまあ少しでもねまあそういうところをね ここういうういいい業界の中においてもいや自分はこうなんだっていいいいううふうにあの考えればいいんじゃないですか,だからこの一番もう思ってることっていうのはアマチュアの人っていうのはねまあアマチュアの人っていうとねなんかすごくこう差別して見下したような言い方になってるかもしれないけど結果的にそのまあ情報まあ今の時代でいけばねまあカメラ雑誌なり YouTube なり見てねまあ 情報を、ね、たくさん植え込んでるからまあ自分がいろんなことをこう思っちゃってるんじゃないですかねただ自分はねやっぱり YouTube の中でやってる人でも印刷のことを本当に知ってるプロが何人いるのかなっていう気がしますよ自分はねその印刷ってのはどういうふうにやってるかってね分かってる人はすごい少ないような気がするんですよねそれで 最終的にねこういう表現するんだって言ってまあ印刷表現に適したものを作るためにはどうするかってこともあるわけだしまあ自分はね昔からまあ A という雑誌 B という雑誌 C という雑誌にまあそれぞれ仕事する時にやっぱりその紙質も見てたしこの雑誌だったらまあ自分に適してるなとかこの雑誌は自分には適してないなとかだから自分が適してるものの中にね まあ自分は身を置いてきたつもりであるわけですよね。まあそれがまあ結果的にね、50年間まあこうやってプロとしてそのプロ以外の仕事をしなくてもまあ <laughs> ごめんなさいまあ食べてこれたってことですよね。<laughs> まあこの辺がねすごい難しいような気がするよねああ話は変わりますがえ奥様にご質問です以前奥様がローライフレックスで写真を撮るという話だった記憶していますがそ,その後撮影状況いかがですかこれは正直言って今やってませんあの今回も京都にねフィルム撮るんだっつって言ってフィルムカメラ持ってったんですよそれで使うのかと思ったら使わないから。 余裕がなかかっったた階段から落ちたったんですよ <laughs> 皆さんちょっとメンバーの方が昨日話したんだけどまあ最後に泊まったホテルがえと一棟貸しで町屋町家風ね2階まで上がってって俺はね足が痛くてこれはもう滑ったら厄介だなと思いながら2階に上がってってでトイレが1階にしかないからトイレのために降りてくるの大変でまあそんなこともありながらねその それどころじゃなかったっって言たた方がいいと思うんですよねただ一生懸命写真を撮ってまあ最終的に俺が見てねまあかなりいいのが撮れたからまあかなりいいかなって最初はねこういうふうにやった方がいいああいうふうにやった方がいいよっていろいろねまあ博光み,みたいにね教えてこういうふうにやった方がいいよって初めてね今までほらあのこういうふうに撮りなさいこういうふうに撮りなさいってかなり言ったことないからね。 まあ意外とこう夫婦でありながらも冷たいのかもしれないけどまあそんな感じがありましたね自分はね。セミナーで撮ったのは自分の作品たちがあくまでもヒントそうなんですこれねこういうふうに思った方がいいですよこれってだからねこれをね自分の作品だと思ってねこれ加えてしまうと例えば A という人と B という人がそ,のそれによってねこう。 何ていうのかなまあこれはね本当にまあ俺はプロとしてそのやらなきゃいけないのはそこだと思うんですよね。だからあくまでもこういう本当にセミナーでこういう経験してこういうライティングしたからそれをねもう教訓にしてですよそのその時得たヒントをまあ自分流に加えて自分で取り直すという考え方をしてください。じゃないとね いいつになななってもも自分のものならないからか例えば外人モデル使うからいいんだだから外人モデルやろうっていうのはね自分も昔その安易な考えを持った時もあるんだけど最終的にはねやっぱり自分がこうモデルさんなりタレントさんなりこう自分が表現してこういう顔でこういう雰囲気撮るんだよってそこまでこうねコミュニケーションが成立しないといい写真撮れないですよ。やっっぱりらられれたらいいのが撮れるっていうのがるてうは 他の人とは絶対違うんだっていうところを。まあ、やりたいってことも大きいですよね。だから、ここをね。あのー。やってみてください。うん。あ、北島さん、すいません、咳が出ちゃって。<laughs> まあ、あのー、前もね、ちょっと咳が出たりするんだけど。なんかね。 田舎行ってね前に行って田舎行って草取りしてねマスクしなくてばあばあばあば買ってたら喉に入ってねで耳鼻咽喉科にもね最近も行ったりしたんだけどまあそれとはまた違うんですけどまあまあさ寒かったのかな帰ってきてから油断しちゃったっていうかねで風邪ではないんだけど喉、まあ、が元々弱いんですよねだから北島さん大丈夫ですこれは。あの もともと喉が弱くてえー、だけなんでねそのあんまり心配しなくても大丈夫です。まあ、いずれにしてもねまたすぐ富山に行くので、まあ、それまでね自分もいいものを作っていきたいし、まあ、富山ではねまた楽しみな、ね、写真もできると思うので、まあ、今回ね京都でこう得た、まあ、考え方でね また新しいいいいい写真が撮れるといいかなううふうに思います、ねまあ今日もねまた1時間過ぎちゃいましたけどまああと質問って大丈夫ですかねまあ質問って言ってもねあのよくあるんだけどね田舎なんかでも、えー、どんな質問がいいですかってね分かんないことがあるから質問なんですよね。ということでね、えー、またお会いしましょう。今日はねありがとうございました。